よし、じゃあお世話になりました。バスステーション向かいます。あ、ここが最後尾。ここ最後尾だ。おはようございます。アルメニアで一泊しました。でこれから、バス停に向かってボゴタに向かいます。約7時間から8時間のバス移動になります。それでは行ってきます。ちょっとアミちゃんとは別々のところです。はい、では、9時間がかりで到着しました。これからホテルに向かいます。今日はさらっとボゴタを観光します。ボゴタ、ダウンタウンにやってきました。こんな感じでもう土日はフリーマーケットですね。サングラス売ってたり靴ひも売ってたり、いや売れんのかってもの売ってたり、それ見るのがすごく楽しいですね。で今日行くところは、エメラルド博物館、それから黄金博物館、それからボテロの美術館に行こうと思ってます。まあ、ここ多分さらっと編集しちゃうんであんまり詳しくはございません。なんかフレンチです。ここがエメラルド博物館で、あっちが黄金博物館ですね。ちょっと中入ってきます。今回はエメラルド博物館、お休みでした。もう行かないです。もうそしたら縁がなかったですね。ゴールド博物館に行きます。そうだね、お前らはまだまだエメラルドには達してないぞと。ゴールドぐらいに行け。ゴールドの方が高いけど開いてなかったりして。ゴールドも開いてないかなマジ、ショックなんだけど。うわー、ビジネスリャマかラマがいます。あそこに頑張れ、今日も暑いけどビジネスしようぜ。乗ってる、乗れるんだ。ゴールドミュージアム着きました。嘘、今日日曜日フリーなの？わ、マジ？日曜日無料みたいですよ。4000ペソなのに。ちょっと待って、このまま行ってみる。激混みです。すごいね、全部金。キュール。絵が全部可愛い。あ、シュールだね。人の絵も可愛い。本当だね。愛嬌がある。何これ？鳥？飛行機っぽいよね。なんか宇宙人を彷彿とさせるやつが多い。古代文明はなんかむしろ発展してたんじゃない？これだってなんか乗り物っぽくない？乗り物？乗り物。バイクっぽくない？なんか未来。未来の？はい、というわけでゴールドミュージアムでした。彫刻行きます。はい、ボテロミュージアム行きました。太った彫刻の人のやつですね。中入ります。これがボテロさんの絵ですね。ちょっとふくよかな女性を描く。人物だけじゃなくて全部ちょっとボテッとしてるのが可愛いですよね。ボテロさんの絵って柔らかいよね。あとなんかさ、シュールだよね。めちゃくちゃシュール。はい、ではボテロミュージアム行ってきました。なんかボテロの作品だけじゃなくていろんな芸術品がたくさんあるんで、古銭とかも飾ってあります。じゃあ戻ります。さっき屋台で謎の果物を買いました。これなんですけど割ります。中身がこんな感じ、ちょっと半透明茶色なんですよ。で味がすごいもちもちしてて、酸っぱくもあるし甘くもあるし、そうさっぱりした果物なんですけど何なのか分かりません。でも美味しいです。はい、では、僕は最初にちょっとコロンビアをフライトします。アミちゃんは後から、クスコ入りです。じゃあドライバー来たらタクシーに乗り込んでいきます。 See you. Bye. Thank you. Bye. よし、ほら、じゃあアミちゃん行ってきます。いってらっしゃい。またね。はい、じゃあね、気をつけてね。はい、グラシアス。 OK、バイ。¿Conoces colombiano? ¿Ya? Ah, no, no, no. じゃあ空港、着きました。南米とか中米来てからよく思うんですけど、この国を出るのがすごい寂しくなるんですよね。まあ、それほど多分いい国だったんでしょう。来る前はちょっとデモとかがあったんで怖かったんですけど、まあ、その影響とかもなく、安全にこの国を旅することができました。また来たい国ですね。楽しかったです。それでは空港内に入ります。はい、ではこのセルフチェックインで今チェックイン、しました。チケットも取りました。じゃあ荷物預けに行こうと思います。今回もラタムさんにお世話になります。で1回リマに飛んで、リマからクスコに飛びます。イミグレと荷物チェック終わりました。ではリマ行きになります。乗り込みます。リマ着きました。国際線から国内線へ乗り換えます。ちょっと乗り換える時間が50分ぐらいしかないんで急ぎます。よし、めっちゃいい感じです。イミグレ1分も待たずに通れました。レーン3に荷物が届くみたいなんでここで待ちます。リマ空港の特徴としてなんですけど、国際線と国内線が一緒になってます。荷物検査とかも国内線国際線で一緒みたいですね。結構珍しいです。よし、じゃあ荷物来るの待ちます。荷物来た。スーパー早い。よし、外出ました。この案内表記に従って進んでいきます。ちょっと外出ないといけなかったみたいです。ここかな、入ります。いや、帰ってきましたね。20日前にここ来たんですけど、荷物預けます。はい、では無事チェックイン終わりました。25分で来ました。早かったですね。じゃあ案内表記に従ってですね、デパーチャーゲートに向かいます。ちなみにですね、クスコが標高3600ぐらいあってですよね、確か。でこのリマがゼロなんで、かなり高山病の恐れがある。0m から一気に 3000m いくんで、体慣れてない人は本当危ないですよね。この前はここでメリークリスマスとか言ってた気がするわ。早いな。お、ここがゲートですね。国内線も国際線も入り口はほぼ同じ、ほぼっていうかもう同じなんで、ここのゲートで変わりますね。こっちがインターナショナルって書いてあるんで、左側が国際線、右側が多分国内線だと思いますね。はい、合ってました。この道に沿ってどこか歩いていきます。はい、では荷物チェックも今無事通りました。ここまでで、40分ぐらいですね。僕はかなりスムーズに行った方だと思います。これですね、17時55分クスコ行き、これ乗ります。いやー、でもよかった。マジで安心した。普通に乗れますね、これで。よかったよかった。うわ、この大量のインカコーラ、これ見るとペルーに帰ってきたって感じしますね。では、乗り込みます。はい、それでは、2度目の登場をしていきます。1時間半ぐらいですかね。はい、乗り込みました。あ、着いた。そんな標高は感じないですね。大丈夫かも、高山病は。じゃあ荷物取りに行きます。無事荷物回収しました。これからホテル向かいます。20ソルでホテルまで向かいます。高いのか安いのか分かりません。傷つき打ちのめされても這い上がる力が欲しい。人は皆弱虫を背負って